生は全くお忙しいですな。うん、先生ぐらい流行りゃもう少し金ができてもよさそうなもんさ。余計なこと言うな。わしは金儲けのために医者やっとるんじゃないよ。しかし他の先生といったら内科の中村先生も小児科の服部先生も増築したり、それは病室を建てましたり。人のことをとやかく言わんでもいい。お前は黙ってわしを乗せて引いてればそれでいいんだ。はい。いや、ご苦労さん。誰が悪いんだ。かっぱらいをやった子供を捕まえたんだがね。かっぱらいって、わしは手癖までは直せんよ。いや、その子供が急に腹が痛いと言うんでね。じゃあ、見よう。じゃあ。さ、先生が来たから、仮病か仮病じゃないか、すぐ分かるぞ。腹痛い？どら？どら？どの辺が痛いんだ？何をかっぱらって捕まったの？大福だよ。だって腹の中空っぽだぞ。食べる前に捕まっちゃったんだよ。あれは損したね。あーんってちょっと口開いて。おお、お前どっかで見た顔だな。先生、こっちこっち。早く早く。気の毒だが、もう手遅れだ。先生、お母さんはもう助からないの？このまま死んじゃうの？うん。お母さん、しっかりして、お母さん。先生、僕、お母さんとたった二人きりなんだ。だから、お母さんが死んじゃったら、僕たった一人になるんだ。先生、助けて、お母さんを助けて。坊や、気の毒だがね、もう本当にダメなんだよ。お母さんはね、もう死んでしまったの。注射を打ってもダメなの？うん。なぜもっと早く呼びに来なかったの？だって、どこのお医者さんもお金持ってかないと来てくれないんだもん。僕、4件も書き回ったんだけど。もう惜しいことしたね。もうちょっと手当てが早かったら、助かったかもしれなかった。お母さん、ごめんね。僕、大きくなったらきっと立派なお医者さんになるからね。今、どこへ住んでるの？うちはないのかい？どうだね。やっぱり仮病だろ。でも、こういう手癖の悪いものは困りもんだ。まあ。早速カンカン行きだな。いやいや、それはいかんよ。どうして？いや、仮病じゃない、大変悪い。本当かね？うん、ほっといたらね、これ命に関わる。だからすぐ入院させなくちゃ。どこも悪いんだ。急性の大腸カタルだ。そうかね。そいつは弱ったな。いやいや、まあいい、私に任せておきなさい。私が責任持つから。聞いてきた。ねえ、あの子供ね、先生ずっとこのうちおくらしいわよ。そうかい？捉えたね、先生物好きだね。いかに子供できたかったのに、金もねえくせにはね。それにね、あの子供もうシャーシャーとしてね、ご飯パクパク食べてるの。なんだあいつ病気じゃねえの？何杯食べた？6杯ですわ。でももう一杯ぐらいいいだろう。遠慮しないでたくさんおあがんなさい。これだけ腹が空いてりゃ大人だってかっぱらいぐらいするよ。腹さえ空いてなきゃこの子はそんな悪いことをするような子じゃない。
くのじゃないよ、泣くじゃないやってきやがれ。しんちゃん、しんちゃん、ダメ、ダメよ、奥聞こえるわよ。いいじゃねえか、歌うな、歌ったって、うん、だって先生はほら、肩一本の人なんだよ。肩こるなんて。おい、あの、子供来なかったか。え、子供。うん。あなた、あなた、ここにおりますよ。あれ、はい、見てごらんなさい。地べたへ寝る癖がついちまって、柔らかい布団の上じゃ寝られなくなっちまったんだな。かわいそうに。どうだ、わしらでこの子引き取って育ててやろうじゃないか。ええ、うん、うちじゃ亜希子一人ですし、もう一人ぐらいあってもいいですわ。ああ、それに男の子ですし。いや、この子はね、母親が亡くなった時に泣いて怒鳴ったよ。ああ、俺は大きくなったら立派な医者になるんだってね。そうですか。わしはちょっとこの子に希望を持ってるんだよ。またバンクだ。おやおや、しょうがないね。ああ、タイヤも自分も絆創膏だらけだからな。この車も随分稼いでくれたからね。俺たちが車体を持って先生からこの車をいただいてからもう8年。そういえば奥さんの七回忌も思い出来だな。本当に早いもんだね。交番から引き取られた春夫さんがあと2年でもう立派なお医者様だもの。あら、春夫さんだ。あ、いらっしゃい。今春夫さんの話をしてたんですよ。今お帰り。純平君いますね。どうぞ。春夫さん、あの人、あなたの紹介でお2回お貸ししたんですけど。何かいけないことがあるんですか。ええ、いい人なんですけどね。お部屋はちっとも掃除してくれないし、ご婦女でタバコ吸うんですよ。おいおい、なこといちいち春夫さんに言うやつあるかい。だってお前さん。じゃあ僕からよく言っておきましょう。お願いしますね。よう、また作曲か。おう、今度のはいいぞ。まあ座るよ。ちょっとその楽譜見せろ。ん、今下で聞いたんだ。ここのとこ少し上がった方がいいんじゃないか。おい、お前専門家に向かって失敬だぞ。だけどこの歌は一般の人が歌わりに作ったんだろ。そうだよ。じゃあ俺の意見も参考のためにちょっと弾けよ。タンタンタリタンチタリタンタンタリタンチンタンタリタンタンタンタリタンチタリタンタンタリタンタンタンタラタン。ね、この音を上げて弾ませた方がずっと歌いじゃないか。うん。どうだよ。お前ちょっと歌ってみる。はい、お前さん、水をこくよ。あの二人、音楽学校の帰りもと。お医者の学校の春夫さんと、ああいうのは間が合うってんだろうね。どっちもね、歌が好きだからよ。消えてバンドへ行く石畳、海の香りを夜風が運ぶ、花を召しませ花を、あの子は港横浜
い人よ名残に踊る影が揺れてる酒場の窓なぜか気になる窓のすさんか花を召しませ花をちらり覗いたひなと横浜花り娘急ぎでジフテリアの血清を取ってきなさい。はい、いらっしゃいませ。あのジフテリアの血清をお願いしたいんですけど。どちら様ですか？古田委員です。古田さんならまだ前の感情も残ってるんですけど。いらっしゃいませ。あのジフテリアの血清お願いします。はい、承知しました。すいません、品切れなんですけど。へえ、もう安心だ。間に合ってよかった。ありがとうございました。もうジフテリアというやつはもう一刻を争うからね。本当にありがとうございました。もう主人の留守中にもしものことでもあったらどうしようかと思って。あの診察代いかほどで。いやいやいや、診察代などはいつでもよろしい。あんたのところはまだご主人が引き上げてこられないんだろう。でもそれじゃあんまり。いやいや、それはまあご主人が帰られてから頂戴しよう。そんなことは気にしないでよろしい。あきこ、はい、市民病院の隔離室が空いてるかどうかにちょっと問い合わせてごらん。はい。ヨドバシの3743番。お前あの腕時計売ってしまったのかい？ええ、だってもうどの薬局へ行っても現金じゃなきゃ売ってくれませんし、それに春雄さんの月謝と定期のお金も払わなきゃなりませんもの。そうかい。つまり先生一家の生活苦を見るに忍びんというんだな。要するに問題は金だ。そうだろう？僕はこれ以上古田家のご厄介になってあんかんと学校へ通ってるわけにはいかないんだ。つまり早い話が金さえあらいいんだろ。君は簡単に言うけど金があるのか？今はないよ。だが金の儲かる自信があるんだ。どうするの？君は俺の歌を歌う。君がさっき歌った時お世辞じゃないがこいつはいけると思ったんだ。一つ思い切ってやってみんか。どこで？無論街頭でさ。じゃあ君は僕に流しの宴会師をやれといいとか。しかし覚悟をかぶってピーナッツを売ったりアイスキャンデー売ったりするのと大して違いはないぞ。アルバイトは何をやっても辛いもんだよ。しかもそれでご恩になった先生一家にいくらかでもご恩返しができたら人生の旅の恥などは書き捨てじゃないか。本当に俺の歌なんかで金が取れるだろうか？それはやってみなければわからんさ。君がやる気があるなら僕は協力するぜ。
夢を吹く柳の辻に花をめしませ、めしませ花をどこか寂しい憂いを含む瞳じらしあのえくぼあと今日の花売り娘見るように花かご抱いて花をめしませめしませ花を小首かしげど白しげごく月も新たな春の宵あと今日の花売り娘いかがですか、一分二十円いかがですか、そちらさんいかがですか一分二十円いかがですかいかがですか聞くだけ聞いといて冷たい奴らだよしこうなったら個別訪問だどこ行くんだバーキャバレー社交喫茶人が集まって酒を飲んでるところならどうでも構わん行こうおい勇気を出して行けよい涙に流れる船は夢か心の花びらか街の鳩場の明かりの影に泣いて夜咲くああ花もある胸のふるさと訪ねてゆけど荒い波風果てもない街の鳩場のカモメも泣いて迷う人生ああ後悔路みんなケチケチしてるわねえ出しなさいよ何を動けないでよ北でも出すのかいお衆によ誰に歌を歌った人たちによしょうがない本当にもうケチケチしないでありがとうあんたたちもただで作ってもないでさありがとうご苦労さん。あ、どうもすいません。おい、金を払ったんだから、もっと何かやれよ。では一つ、僕たちの作った歌を。鳩が飛び立つかわいいかわいい鳩が東京の空
の仮面が鳴る赤い口笛吹きながら柳さらさら銀座の街をきっと歩けば明るい心風がそよ吹く緑の緑の風が東京の空青い空憧れの夢が呼ぶ胸もときめく恋の午後お茶を飲んだりシネマを見たり寄せる笑顔に溢れる若さ新人者、まあ大出来だったよ。慣れないとやっぱり思うように声が出ないよ。まあおいおいさ。おう、てめえたち誰のことだって人の島話なんだい。なんとか挨拶しろ、挨拶。商売するのに、いちいち君たちに断らなきゃいけないのかい。やろう、なめたくて言うねえ。ずいぶん遅かったのね。すみません。あら、手どうなすったの？あ、いえ、何でもないんです。先生はまだ起きてるようですわ。あなたのアルバイトのこと、とても気にしてるのよ。そうですか。これ、何かの足しにしてください。あら、家庭教師って行くたびにお金をくださるの？いえ、そういうふうに先方へ頼んだんです。試験準備の生徒を3人ばかり集めて教えることにしたもんですから。そう。でもこれ、あなただって何かにご利用なんでしょ？いえ、いいんです、僕の方は。そうですか。行くたびにもらってくるなんて変ですから、先生には何も言わないでください。ただいま。うまい。ああ、ハルオ、どう、疲れただろ。え、どうしたよ、その手は。電車がバカに漕いましてね。
危ないな、そりゃ。なんか、可能しないようにちょっとつけておかなくちゃ。はい。君がその、家庭教師になったっていう話をアキコから聞いたわね。これから毎晩こんなに遅くなるのかい？は、なるべく早く切り上げると思うんですが。うん。電車が割に時間がかかるもんですから。いや、わしは君自身の勉強する時間がなくなるんじゃないかと思って、それを心配してるんだがな。それは大丈夫です。うん。なんとかうまくやりますから。そう。まあ、しっかり頼むよ。はい。わしはもうこんなに年も取ってしまったし、もう財産も何もないんだ。君と亜希子だけだよ。わしは君を頼りにしているんだからね。は。じゃあもういいから、疲れたらこれ休みなさい。はい、先生も。あ、わしも寝るから。じゃあおやすみなさい。はい、おやすみ。アキコ。はい。この金はこれは何だい？あ、それ患者さんからずっと前の治療代を届けてきたんです。お前これ催促したんじゃないだろうな？ええ。うん、まあよかった。ハルオ。はい。お呼びですか？あのお前定期が切れてたんだな。は。あ、ね、いや、これで今日帰りなさい。は、すいません。授業料はまだいいんです。今月の末までに納めればいいんですから。そう。じゃあ、アキコ。はい。これはうちの費用の方に。はい。はい。いや、学費稼ぎに家庭教師もいいが、自分の勉強も大事だからな。あんまり無理をしないようにね。まだわしもお前の学費ぐらいは不自由させんからね。まあしっかり勉強するんだ。いいな。はい。そんなとこで何してんの？いや、振られちゃったもんで。ね、うちいらっしゃいよ。こんなお天気じゃ暇で商売にもならないでしょうけど、こんなとこいるよりマシよ。ね、ビール裏おごるわよ。ね、うちいらっしゃいよ。ね、いいじゃないの。うちいらっしゃいよ。ね。おい。お客様と間違えちゃったわ。あら、お客様よ、今夜は。ね、冬子さん、ビール持ってきてよ。どうぞ、おかけなさいよ。でも、僕たちは。たまにはいいじゃないの。ね、おかけなさいよ。どうぞ、どうぞ。あら、あんた、アコーディオンどうしたの？この間の借り、壊しちゃった。どうして？地回りの歌も2年つけられてドタバタやったもんだから。僕もギター壊されてこいつは借り物なんですよ。そう、商売道具なくしちゃ困ったわね。歌うのに格好がつかなくて困るんですよ。そうでしょうね。お待ちどうさま。どうもご苦労さま。ね、あんたも一緒に飲まない？そうね、今日は私もお客様になるわ。さあ、一杯。どうぞ。いただきます。いただきます。そうしてると本当にそっくりだわ。何がそっくりなんですか？あなたが私の死んだ弟によ。あら、あんたに弟があったの？うん、
嘘じゃないわよ。ほら、あら、本当だわ。似てるでしょ。音楽が好きで、やっぱりアコーディオンがとても上手だったのよ。へえ、世の中には似た人っているものね。だから私、この人を見てると他人のような気がしないってわけね。そうよ。私、おビールごちそうになろうっと。あなたたちも行こう。どうぞ。その弟さん、いつ亡くなったんです？あれからもう3年にもなるわ。ラジオにも出たことがあるのよ。これから売り出そうって時に急性肺炎で。私、今でも諦めきれないわ。そんな陰気な話よしなさいよ。でも本当よ、今生きててくれたらどんなに嬉しいか。あんたたちもいつまで流しなんかやってないで、チャンスつかまなきゃダメよ。チャンスをつかむったってこいつは運だからな。よー、どうだい、もうかるか。サンコさんよ。ねえ、知ってる？アルスレコードの文芸部長よ。いいよ。ねえ、チャンスよ。行こい。どうもごちそうさまでした。じゃあまたいらっしゃいね。さようなら。いらっしゃい。よう、なっちゃんどうした？佐久間さん、この頃お見限りね。貧乏暇なしでね。なんとか言ってるわ、儲かってしょうがないくせに。とにかく一般に歌謡曲は低調だね。それは新人が出ないからだよ。いやあ、これでも新人に関しては相当苦労しとるんだよ。素人のど自慢の当選者も漏れなく当たってみたんだが、やっぱりただ器用だというだけで本質的な魅力はないんだね。その魅力だね、問題は。素晴らしい新人歌手はいないもんかね。ねえ、一人いるわよ、佐久間さん。男？女？男よ。今女が欲しいんだがな。でも歌い方にとっても魅力のある人なのよ。君のその言う魅力っていうのはどういう意味なんだ？なんとなくいいのよ。なんとなくじゃ分からんねん。ねえ、一度会ってあげて。今夜のこの感情を君が持つなら今会っちゃってもいいよ。うん、そんなことおっしゃらないで、テストだけでもしてあげてよ。ねえ、ねえ、佐久間さん。お父様、私、駅までハローさん迎えに行ってきます。それから、コンロにお湯がかかってますから、一人でお茶召し上がってね。お前、大層ハローには親切なんだね。嫌な、お父様。月の絵にしよう。
文芸部長の佐久間さんにお願いしたのよ。あなたのテストしてもらうように。そしたらマイクを通して聞いてあげるから、いつでも来いとおっしゃるのよ。どう？すみません、僕と人も本当にありがたい話だと思うんですが。何かお差し支えがあるの？なんだか不安で自信が持てないんですよ。そんな弱気でどうするのよ。少しずうずしくらいでなきゃこの頃はダメよ。いえ、それに実は家の方の僕の立場にいろいろ複雑な事情がありましてね。ねえ、どんな事情か知らないけど、本当にチャンスなんてそうたびたびあるもんじゃなくてよ。僕もいいチャンスだと思うが、やってみたらどうかな。僕、なおよく考えてみます。おい、おなぶ、またパンクしちゃった。おやおや、その車ももうダメだね。これじゃ商売上がったりだ。おい、先生んとこのお嬢さんだ。それがね、違うんだよ。だっておめえ、他に分け女の客なんて変じゃない。そうなんだよ、私もね、初めはどの音楽さんのお客様だとばっかり思ってたんだよ。とんでもない、春夫さんがお目当てらしいんだよ。え、なんだって？どうも片木の娘さんじゃなし、私の睨んだところでは、ね、おい、あんまりおめえに睨むなよ。おめえの目つきあんまりいい方じゃねえからな。よしとくれよ。だけども弱ったな、どうもそんな女の人が訪ねてきちゃ。あきこさんという立派なお嬢さんがあるのに。だから俺は流しなんかするのはいけないって言ったんだから。おい、一体どんな女だ？それがね、割にこうおとなしそうな、品の悪くない人なんだよ。あら、まあお嬢さん。おじさん、こんにちは。いらっしゃいまし。さあ、どうぞおかけくださいまし。あ、ちょっとお待ちください。お部分汚れますか、ちょっとね。まあ、さあ、どうぞ。どうぞ。おばあ様もお元気？あ、おかげさまで。おじさん、この間お母様の面にわざわざどうも。ええ、どういたしまして。それからこれをお父様から新吉さんにって。まあ、あんた、あの、これを先生、私。ええ、この頃新吉は車ばっかりパンクさせて、ろくにお酒も飲めないだろうから、これを持ってってやれって。お父様例の調子で。恐れ入りました。ええ、おっしゃる通りで、今もこうやってパンクで帰ったところでございます。これも何よりしなお、もったいで。こっちでご無沙汰ばっかりしてるのに、先生の方でこうやってわざわざ届けてくださるな。先生の相変わらずのご親切。何おめえ泣かなくたって、おめえ、お前さんだって泣いてるじゃないか。俺はおめえ声出してまで泣きゃしねえじゃねえか。泣いたっていいだろ。でも、愛子さんの前で泣かなくたってよね。泣くほど泣く前だった人勝手だよ。お嬢さん、聞きなさらずに一つ。あの、お帰りになりましたら、お嬢さんからよろしく先生にお礼のほど一つ。ほら、見ろ。とうとうお嬢さんに見られてしまったじゃないか。え？いい年しやがって、女娘みてえな、派手な通りかやがって。いえいえ、お嬢さんに見られると決まりが悪いって、ね、実は隠しましたんで。それおばさんのなの。もう確かにうちのやつの通りにそういくらやる。じゃあよくお考えになってね。でもなるべく早くね。どうもお邪魔いたしました。どうもすいません。じゃあ春夫さん、お返事お待ちしてますわ。はあ、さようなら。私も帰るわ。じゃあ、さようなら。どうしたんだよ、みんな変な顔して。あ、
車の修繕でもやろうかな。私は洗濯だ。調子が出ないじゃないか。やっぱり悪工場がないと具合が悪いよ。じゃあ腹をよく温めてあげて。ありがとうございます。じゃあ大丈夫。まあ、これまた大したケーキで、なんだこの冷えが似合いますね。いい音で。どの人って言おう、ああですか。あのご商売の話でよ。いいとこだ。それはいい酒ですね。歌いましょう。ともしびがもう結構で。何を。あの結構ですわ。結構結構って何だ。今のね、若い人はね、芸術家の気持ちなんて全然わからないですよ。これが腹立つ。ほら、こうじゃ。さよなら。先生。いや、どうちらどうも。この節はいろいろとありがとうございました。いやいや、おかげさまで、命拾いいたしました。元気か。ご飯取りもピンピンしました、ありがとうございました。じゃあ、さよなら。またいらっしゃいね。今、佐久間さんたちが来てるのよ。テストが済むまで流しだなんて分かっちゃまずいわよ。そうか、それじゃあここ行くや。ねえ先生、今の君にあの水道の水次回へと知りますからね。そう、つらして。いくら、いくら。いや、もう結構です。あのまだ先生 のお勘定そのままになってるんですけど、ね、すいません。それじゃあ
もらっていくか。ええー、どうぞ、どうぞ。春雄さん、テストどうするの？早い方がいいわよ。それがね、僕まだ、うん、どうしたのよ。ダメよ、男らしくチャンス捕まえなくちゃ。私がこんなに心配してるのに。すいません。春雄、ちょっとこっち来なさい。はい。春雄、わしはお前を見損なったぞ。お前はわしの希望をめちゃくちゃにしてしまったんだ。先生、僕は弁解の余地はない。今わしはこの目でちゃんと見てしまったんだ。お前今までどこへ行っておったか、うん？わしはね、お前が今日まで家庭教師をしておるものと信じていたんだ。それが何だ、あのざまは何だ。町を流して金をもらって歩くて情けない。わしはな、お前に望みをかけていたんだぞ。わしの家を継いで立派な医者になってもらおうと思っていたんだ。だがもうそれもおしまいだ。お前のようなやつはもうこの家におることはない。お父様、そんなに痛い。いい、お前黙っていなさい、黙っていなさい。春雄、わしとお前とは今までこうして親子のようにして暮らしてきたがな、もうそれも今日限りだ。もうお前との縁もこれ限りだ。どっちも勝手にしろ。今お詫びしたって、それはかえって先生を苦しめるようなもんです。なんて言ったって僕が悪かったんです。お父様だって心の中ではどんなに泣いてらしたか、きっと苦しんでらっしゃるわ。私だって私だってあなたに行かれてどんなに寂しいか。君がいるというのならいくらでもあげるけれども、一体何に使うのかね。使う道言わなきゃダメ。いや、そんなことはないけれど、若いのができたと違うかい。私、若いのは嫌いよ。うん、
とにかく君の言うだけ。すみません。じゃあ国へ帰るまでに一度熱海でも付き合ってもらいたいもんじゃがね。お供するわ、みんなで。みんな？マダも混ぜて合計8人よ。たんばかっこの遠足じゃあるまいし、あんまりバカにしないでね。さよなら。あんた、どうしてあの人からお金借りたの？あんたあの人嫌いだって言ってたじゃないの。嫌いよ。だけどお金はいるんだもん。あの人、あんたと結婚したがってるのよ。分かってるわ。あんたを国へ連れて帰りたがってるのよ。そんなこと断ればいいわよ。そうはいかないでしょ。相手だって真剣なんだし。お金を借りたらそれだけあんたの弱みよ。その時はその時のことや。私ちょっと出かけてくるわ。いらっしゃいませ。あのこの間見せていただいたアコーディオンね、あれいただくわ。ありがとう存じます。これで。それからどっか隅のところに名前を入れてもらいたいんだけど。承知しました。ではちょっとこれにお書きください。すぐに工場の方へ回して掘らせますから。そうですか。いかがでしょうか。そうね、僕はまあいいと思うが、どうだい君。そうですね、売れるかどうかやっぱり出してみることに分かりませんからね。どうです、本格的にオーケストラをつけて引っ込んでみましょうか。そうだな。あのね、この間の女ね、ご存知でしょ。ここで会った。あの女がまた来てる。それで春雄さんは？いやいや、留守ですよ。私あのお帰りになるまで待たせてもらいますわ。2回頑張ってやる。ねえ、私はね、ああいう女が春雄さんが訪ねてくるっていうのはどうも非常に面白くねえと私は思ってるの。ねえ、あの女はお嬢さんのことを知
ってるのか知らねえのか。もし知ってるとそれはこれはまたついぶんずうずうしい話だと思うんですがね。じゃあ私も春雄さんが帰るまで待たせていただくわ。そうこないとよさせよ。え、さどうぞどうぞ、ご遠慮なくお二階へ。さどうぞ。亜希子さんまで2階上げちまって大丈夫かい。何が。何がってさ、2階じゃね、喧嘩がきっと始まるよ。喧嘩、うん、どうもそういうことになるかもしれないな。なのになったらなった時のことさ。この人そんなのんきなこと言って、酒場の女なんてね、大体気が荒いんだから、大事なお嬢さんの顔にひっかき傷でもできたらって困るじゃないか。お、ついていけね。じゃああなたと春雄さんとは小さい時から同じうちに。ええ、ずっと兄弟のように暮らしてきましたの。そうでしたの。こんなことをお聞きするまでもないと思うんですけど、あなたたちはいつかは一緒になるお約束でも。はあ、それはまだ私たちはっきりとしたお約束なんかしてませんけど、父はもうそう決めているらしいんですね。そうですか、わかりましたわ。私あなたに早くお目にかかれてよかったわ。春雄さんにあなたのような方があるとはちっとも知らなかったの。実を言えば私も春雄さんが好きなのよ。私ごく最近お知り合いになったばかりですけど、とてもいい方だわ。でもご心配ならなくても大丈夫よ。あなたって方があることが分かったんですもん。私の心は決まったわ。本当に早くお目にかかれてよかったわ。私今のうちだったら辛くてもまだあなたと春雄さんの幸せをお祈りできてよ。これ春雄さんに使っていただこうと思って持ってきたんですけど、これを差し上げるのだけは亜希子さん気を悪くなさらないで許してくださいね。許すなんて、そんな春雄さんがきっと喜んでくださると思いますわ。じゃないか緑の海原はるばる越えて、タバコふかし一人立てばホワイトデッキに夕日が赤い、懐かしの東京鼓動、涙を浮かべて別れに暮れた、燃え立つ想いの形のライダー、忘れられるか可愛いあの子。式に一つ契約していただきたいと思うんですが、早速相談しておこう。しかしあらかじめ含んどいてもらえたのはギャランティのことなんだよね。何しろ古い電磁は他との触れ合いもあることだし、初めから十分というわけにはいかんのだがね。その点を一つ。そうですか。しかしなるべく。いやいや君、その点は任せてもらえ。一つよろしくお願いします。部長は何つってた。うん、なかなかがっちりしてるぜ。行こう。あ、おかみさん。お手洗おう。
三沢工業部の山口君。あんたのレコード売れますし、評判よろしいで。あんたたちしっかりせんと、どうだったろ、夢に。昔な、がっちりしたんねってな。びっくりしたら、あんた安い契約で安住されてしまうの。それより、どうです、ここでどこ一つ座らなきゃいけんか。田舎もあるやけどな、こういうスケジュールがあんねん。ちょっと見とくね。一日に舞台で5回も歌うんやってな。ちょっと無理なスケジュールやけど、あんたまで歌えたら全然無駄も出しますわ。俺も、わしとこも儲けさせてもらう代わりにな、あんたの方へこっこそ。どうだす、手付けやったら10万や20万、いつでも出しますよ。君、失敬じゃないか。僕たちは何も土佐回りまでして儲けたかないんだ。せーって、人間には何歩でも出す言うてるやろ、人間。まあ、困ったら行くよ。行こう。なら、待ってほしい。頼みます。はい。お前さ、そんなものいじってて壊したらどうすんのよ。子供のおもちゃはないんだよ。よせるんじゃないんだよ、浜さん、これ。バカ野郎。天使を子供扱いにしやがって。え？いいから黙って聞いとろ。だって春雄さんたちが返したら文句言われるよ。ごめんさい、ちょっと私に貸してくれ。生意気言うなよ。こういうものは難しくておめえ弾きやしねえよ。ここ俺が弾くからな。おめえ何か歌え。私がか歌ってみようか。おい、何歌うんだ。うん、そうだね。お前さん、東京の花売り娘。うわ、すげえの歌やんな。いいか、やるよ。はい、1、2、3、はい。花をめしまって、めしまって花、どこか寂しい。どうしない。これどうしたんですか。この間の人が持ってたの。ええ、なすたけな、あきちゃね、春じゃね、な夏江さん。これあんたにあげてくれ。夏江さんが？さんもここにはいないのよ。やめたのよ、あの人。あんたによろしくって言ってたわ。ちょっと、それからちょっと、これあんたに渡してくれって。夏江さんどこ行ったの。うやめに行くらしいのよ。アコーディオンを買うお金を出してくれた人のところへ。新宿を今夜の終列車だとか言ってたわ。まだ時間があるから急いで行って、お礼だけでも行ってきたらどうだ。僕行ってくる。え、これ頼む。おい、まもなく443の23時45分発長野行き列車は発車でございます。大仁田さんございませんか。ああ、降りるよ。お早く願います、お早く。はい、どうぞ。はい、発車。4番線の23時45分発長野行きは発車でございます。ご乗車の方はお早くお乗りください。
新宿駅前でございます。すまねえが一緒に行ってくるよ。この男に会うんだ。それじゃ君は土佐回りを承知で？もちろんだよ。よし、君はその気なら俺も一緒に旅についていこう。とにかく何も知らないでこの金で差し押さえの一つでも、お父様が何ておっしゃるか。それはやがては分かることでしょうが、まあ今のところは何も知らないでお嬢さんの胸一つで。流して吹けて。
昼の海の攻めてる太陽が攻めてる太陽が切ない胸を落ち葉のあの角で旅の楽屋はたださえ寂しい抱いたギターよ何もなく消えぬ想いをああ消えぬ想いを心に秘めて夢にあの日を見るばかり男なりゃこそ笑って捨てた恋よ情けよ思い出よ人には見せないああ人には見せない涙の染みを「おくれかお月さん」新吉が来た。ええ、わしは別に会いたくない。帰れって言ってくれ。でもぜひお目にかかりたいって。ええ、
生、ご無沙汰をいたしました。いや、ご無沙汰などはちっとも構わん。それよりも、わけのわからない金をこの秋子のところへ持ってくるのは、どういうわけだ。へ、それにつきまして、いや、わしは何も聞きたくない。これからはな、一切あんなものを持ってこないようにしてくれ。わしはね、人の情けを受けてまで生きていたくはないぞ。先生、それじゃあ金の出所をご存知でございますね。分かったからこそ断るんだ。先生、それじゃあんまり春尾さんがかわいそうだ。ちっとは春尾さんの気持ちも。余計な世話焼くな。あれはもううちのもんじゃない。ですが春尾さんはどこまでも先生。余計なこと言うな。え、余計なことじゃございません。先生は所帯のことは愛子さんにみんな任せっきりで、何もご存じないかもしれませんがね。あの時はどうしても差し迫った金が入り用だったんだ。先生、春尾さんは、春尾さんは恥も外部も捨て町へ働き出らせたんですよ。先生につまらない所帯の苦労をかけちゃいけない。ただそれだけでもって身を落として働いたん。あれからずっと私がお届けした金もみんなあれは春尾さんの辛い苦労で稼いだ金です。それをまるで夫と息子のようなことをおっしゃるな。それはあんまり春尾さんがかわいそう。先生、新吉お願いです。どうか春尾さんを許すと一言おっしゃってやってください。お願いします。先生、お願いです。どうか春尾さんを許してあげてください。先生、どうして許すとおっしゃってくださらないんです。春尾さんはその先生の一言を聞くために私と一緒に来てるんですよ。先生、僕は先生が許すとおっしゃってくださったら休んでいた学校へもまた通って先生に安心していただこうと思って帰ってきたんです。先生、僕は先生からお叱りを受けるようなつまらぬことをしましたが、決して好き好んとしたわけじゃありません。学校だって辞めたわけじゃないんです。僕の志は先生が一番よくご存知のはずじゃありませんか。子供の時死んだ母親のそばで僕が泣きながら叫んだことも先生は覚えていてくださると思います。ごめんね。僕、大きくなったらきっと立派なお医者さんになるからね。先生、どうか僕を許すとおっしゃってください。先生、お願いです。春尾さんがこんなにおっしゃってるんです。春尾さんの気持ちにもなってあげてください。先生には春尾さんの気持ちがお分かりにならないはずはありません。先生、お願いです。先生、お願いします。お父さん。晴れやかな君の笑顔、優しく我を呼びて、青春の花に憧れ丘を越えてゆく。空は青く緑もよる大地、若き命輝くパラダイス二人を招くよ。ささやく愛のことにそよ吹く風も甘く、思い出の夢に憧れ歌を越えてゆく。バラは赤く巻き場の日に咲く、若き夏は褒めるから
ー